それでは表題の内容について勝田が発表していきます。内容としてはまず最初に兵化の必要性について述べて、次にどのような兵化を行うかで、実際に教師なし学習による兵化というもののをどうやってやるかというのを説明して、最後に結論を述べます。はい、まず背景として、在留外国人というのが近年日本では増加しており、それに対して英語での情報発信というのを、よく行われています。ただ、ニュースなどの情報発信というのは比較的英語や日本語でも難しい単語とかが使われており、理解するハードルというのは高いので、外国人でも、それでは、うまくそれが理解できないという人たちが一定数います。でまた別の調査で、日本の定住外国人の中で、自分が分かる外国語として挙げるものに日本語が 62.6%、 英語が 44% と、英語よりも日本語の方が理解できるという人たちが多いというような調査があります。でそこで、日本語による外国人向けの情報発信ということで、優しい日本語というのが注目されています。下の図は、東京都庁の、オリンピックに向けた、ページで取り上げられていて、優しい日本語について書かれています。ということで、今回行うのはその優しい日本語とかを生成するための、兵化システムの構築っていうのを行いたいと考えています。そして、その行う上での課題として、読みやすさの基準っていうのが、その人がどういう単語を知っているかとかにも強く依存して、かなり基準が曖昧になってしまうっていうような問題や、データ構築が困難で、難しい文と平易な文で、対応を取るのが難しいので、自動で構築とかが難しく、人手でやるにもコストがかかるっていうような問題があります。で、それに対して、今回、読みやすさの基準っていうのが、人によって異なるのであれば、その人の知っている語彙だけを使って、文を作るようなモデルが作れないかと。でなので、あらかじめ語彙を指定して、それを語彙だけで文を作り変える。でまた、データ構築が難しいので、それを教師なし学習によって、どうにかモデルを構築するっていうのが、目的になります。で今回の兵化システムというので、イメージとしては図のように、それぞれの人の、語彙っていうものをもう定義し、が入力として与えられる前提で、難しい文を入力した時にそれぞれの語彙だけを使用して、文を作り変えるというのが、このシステムの理想的な、ものになります。ただ、それぞれの語彙とかで、出力が正しいかどうかとかを評価していくのは、難しいので、とりあえず一つの語彙に絞って、教師なしで学習するということを目標に行います。で、実際に実験で行うその語彙っていうのについてなんですけど、平易文っていう定義として、まず優しい日本語基礎語彙2000語で、構成されている文っていうものを、今回定義しています。この基礎語彙っていうのが、主観的に選定されているものなんですけど、その基礎語彙によって、書き換えを行った優しい日本語コーパスというものがあるので、今回実験ではそれを評価に使用します。そして教師なし学習で実際にどうやって行うかということとして、まず擬似コーパスで、先に、平易な文と難解な文のコーパスをそれぞれ構築して、それをもとに教師なし機械翻訳によって平易化を行います。ベースとなるモデルがこの USMT というもので、それに対して新たに外部資源を用いた、出力制御機構というのを、組み合わせることで、より精度の高いものを、作るということが行っています。で擬似コーパスの自動構築なんですけど、今回は、基礎語彙で構成されている文っていうのが、平易な文という定義になっているので、それをもとにその、テキストの情報特に何の情報もついてないただのテキストを、集めている平文コーパスから、
その中の文で、まあ、基礎語彙だけで構成されている文章というのを平易文として集め、それ以外の単語で、まあ、を難解文として、まあ、それが含まれていればもう全て難解文ということにして、2つに分類してそれぞれのコーパスを構築します。で実際にその2つのコーパスを使って、まあ、アンスパーバイゾの教師なし学習で、まあ、その翻訳を学習します。で大まかな流れはこの図のようになっていて、まあ、それぞれを少し説明すると、まず最初に単語のベクトルというものをそれぞれのテキスト文から学習します。詳しい学習方法についてはまた次で、次の、後で説明します。でまあ、ここで、N グラムの、単語のベクトルを学習します。N グラムというのが、まあ、それで N 単語の、まあ、系列ということで、N が2であれば、まあ、私は勉強するというような4つの単語からなる文章に対して、まあ、私はとは勉強するといったような、まあ、2つの単語の系列文字列を、まあ、それぞれ、1つの単語として定義して、まあ、ベクトルを学習したり、まあ、3であれば、まあ、私は勉強するというのが、まあトライグラムとして、まあ、取れます。で次に、まあ、SMT をそれ構築するんですけど、まあ、SMT のこう、で翻訳をする上で必要なのが、まあ、N グラム間の、還元確率と、まあ、その直前 N 単語を考慮した次の単語の生成確率というもので、まあ、言語モデルとそこのフレーズテーブルというものを2つを構築することで、まあ、最終的にその確率の積で最大のものを、まあ、SMT が探索して文を出力するというようなことを行います。でその還元確率は先ほど述べた、単語ベクトルをもとにそのコサイン類似度から、まあ、算出されます。で最後に、まあ、反復学習を行って、最終的な、モデルのチューニングを行います。まあ、反復学習の流れとしては、例えばまず最初に、L1 コーパスを入れて、それに対して L1 から L2 に、まあ、翻訳するモデルで、擬似的に L1 に対する、まあ、L2 という文を生成して、その対応をもとに、今度は L2 から L1 に翻訳するモデルの学習に適用させます。で逆それを行った後に今度はその、L2 から L1 で学習したモデルを使って、この L2 のコーパスから L1 の擬似的なコーパスっていうのを生成して、今度は L1 から L2 の学習のためのデータとして使うっていうのを、まあ、交互に行って、この擬似コーパスを、まあ、更新していくような形になります。で最終的にはその擬似コーパスが本来のコーパスと、まあ、近い出力になっていくと、まあ、自然な文章になっていくはずというような、まあ、目的で行われます。まあ、というのが、まあ今回の ESMT の、まあ、流れとなっています。で、まあ、今回のモデルだと、まあ、その難解文と平易文の、まあ、テキストのみからその学習を行うんですけど、まあ、それ以外の情報として、まあ新たに外部資源から、まあ、情報を引っ張ってきて、精度を向上させたいというのが、まあ、次の目標になります。で、まあ、実際に行うのが、まあ、出力制御ということになるんですけど、その追加する場所としては、単語ベクトルから、まあ、フレーズテーブルを生成する際のその中間に、まあ、ワードネットによるフィルターをかませます。まあ、この出力制御を行う理由としては、フレーズテーブルはまず翻訳確率、まあ、フレーズ間の翻訳確率をまあ計算しているんですけど、それがまあコサイン類似度をもとに計算されているので、まあ、それが高いってことになれば当然翻訳確率が高くなります。で、まあ、コサイン類似度っていうのはまあその単語ベクトルから作られるんですけど、その単語自体をどうやって学習するかっていうので、まあ、今回のモデルだとワード2ベックがベースになっていて、まあ、その周辺単語を予測してベクトルを獲得するというようなことを行っています。例えば、まあ、長い間手紙がないっていうような文章に対して、まあ、手紙というベクトルを学習するためにその周辺の単語っていうのを予測させて、
その中間層の数値を持ってくることで、その手紙自体のベクトルを獲得するというようなことを行います。ここで、このモデル自体の問題として、例えばその入力する単語自体に複数の意味が含まれる場合っていうのは、精度が下がるというようなことが言われています。例えばドライバーに対して、工具とか運転手という意味が含まれるんですけど、それを一つの意味として学習しようとすると、それに対して実際の意味とはちょっとずれたベクトルが学習されて、結果的に関連性の低い単語と近くなるようなことが起こってしまいます。でそういうのをちょっと今回は出力、フレーズテーブル構築する段階でも覗いてしまいたいということで、フィルタリングを行って、その出力を制限するようなことを行っています。で、ワードネットっていうのが何かというと、同義語の集合からが階層構造になっている辞書で、それぞれの語義に対するつながりから、その語義の間の距離を計算することができます。なので、今回はそれを用いて、類似度というのを算出しています。実際には、そのフレーズ間の語義で最も短い長さっていうのを持ってきて、それのをプラス1して逆数を取るっていうのが類似度になります。でその類似度に対して、シグマでこの類似式位置を設けて、それよりもその式位置よりも下の類似度だと、翻訳確率っていうのをもう一律で小さくしてしまうってことで、その、フレーズ間での、書き換えを行わないっていうようなことを、行います、ということで、実際にそれによってフレーズテープ式位置による精度の変化っていうのを今回見ているんですけど、評価には、ブルーとサリーを使っていて、それぞれ意味保持性と平易さで人での評価との相関があるというふうに言われていて、その結果によると、今回の表でいう、一番上の式位置が0の場合というのが、今回何もフィルターをかけることがないので、実質的に、USMT 自体の精度ということになります。でそれに対して、0.3 とか 0.5 あたりで、式位置を設けると、その何も設けていない時よりも、精度が高い数字になっているっていうのが分かって、ただ大きくしすぎるとさらに精度は下がってしまうというような傾向になっています。これは式位置を大きくしすぎることで、還元対象となる候補が少なくなって、ほぼ還元する全然書き換えが行われなくなるために、精度が下がってしまうというようなことが考えられます。ただその正しい最適な値っていうのが設定できれば精度は改善できるっていうことが、この結果から示せました。で、ベースラインとしてその入力文そのまま出力した場合っていうのとも比較を行っています。するとで、この結果から、何もしてない場合に対して、USMT でそれさらに出力が良くなっているっていうのは結果としてあって、それに対してさらにワードネットを組み込むことでよりブルーとサリが改善するっていうのが、この結果から分かります。なのでワードネットによる出力制御を行って、正しい関係が選びやすくなったのを選び出せやすくなったというふうに考えています。はい、ということで、今回結論として、教師なしで語彙平滑というモデルを構築しています。で基本的には語彙のリストと、その平文コーパスのみから今回学習を行っているので、例えばここの語彙リストで、別今回の定義した2000語以外でまた新たに、コーパスを作り直せば、その定義に従って、語彙をその定義の語彙でその書き換えを行うというようなことができるはず と考えています。で、また外部資源として、出力制御を行うことで、より精度の高いモデルを作ることができるということを、今回示しました。以上で発表を終わります。